祠のようなところにじいさんがいてですね、頼もうみたいなことを言うと、なんじゃーって出てくるわけですな。そして、ジャン君、そろそろ寝る時間なんですけど、どれ、ちょっと触らせてごらん。まだなんかちょっとあるね。今日金曜日なので日曜日ぐらいに撮れるといいね。早く撮りたいね。そうよね。そしてぼんちゃん何に片目がなんか涙目になってるて。どうした？ポンちゃん、でもこの部屋でずっと寝てたんだけど。そうなのよ、寝てるだけだったくせに。あれか、自分でポリポリやっただけ。自分で。まあ明日様子見ます。ポンちゃんの爪、割とよくやるからね、この人。ポンちゃんの爪を切りたいね。そしておやすみなさい。おやすみ。